はじめます。ついにフェンダーのベースを買ってしまいました。生まれて初めて買ってしまいました。シールも貼って、まだちょっと初めて、剥がさなすぎじゃないですか店長。店長、それは剥がさなすぎです。上がってます。すごい上がってるんですよ。剥がさなすぎです店長。初めてのフェンダーですよ。あのね、ベースは今までねいただいたばっかりだったんですけどね。なんだっけな、バッカス、アリアプロ、ヤマハ。たかり上手ですね。フェンダーですよ。フェンダーこれか。これ買ってもらったわけじゃないんですよ。パトロンがいるわけじゃないんですよ。じゃあもう剥がしてみたいと思います。てってれーてってれーてってれー、うわーうわーうわー、生まれて初めてペグってんですか。巻くやつですね。巻くやつですね。いやー気持ちいい。これ生きてて初めてこれをめくります。手が震えます。これは年のせいですか。年のせい、老眼じゃありませんよ。ピカピカです。どうしましょう。本当にもう触れないよ。どうですか、下の方行こう。スタングベースってどうなんです。下の方に行った方がいいんじゃないですか。下何、これもちょっと外したいと思います。なんかほんとサインもね、誰かほら、あ、なんかあれらしいですよ。なんかほらよくあのタオルとか買うとね、担当検診針が入ってないとかって、なんかそういうやつなんですけど、どうなってますかね。大型なもんですいませんね。あのライトが被って暗くなってます。これどうやって外すのか。もう本当大型なので。あとでいいんじゃないですか。ちょっと待って、目が見えないですよ。老眼ですねそれは。すごい、切っちゃっていいんですかね。どうぞ。性格がちょっと出ますね。いやもう本当ね。みんな湧いて。湧いて。みんな湧いて。誰か来てるのかな。取れました。てってれー、糸もフェンダーかな。あとなんだろう、ここら辺とかも剥がすのかな。ね、剥がせますよ。え、確かね、店員のお兄さんが剥がせるって言って、いいんだよね。いいんだよ。合ってんの、大丈夫。合ってるよ。いい加減なこと言わないでくださいよ、本当に。生まれて初めてだよ。なんか剥がし方とか本当あんないんですか。大丈夫じゃないですか。え、大丈夫、ね、大丈夫。どうも大雑把な感じが。叱られちゃう。店長らしいっすよ。店長、いやもう本当に。このこっちからやっとくんじゃない。何、はい、こっちから。誰ですかあなた。平気平気行っちゃっていいの、どんどん。行っちゃっていいよ。ここどうなってんだろう。そこちょっとネジ緩むじゃなかったとかね。誰か視聴者の方、ここの処理わかんないから教えてください。どうしたらいいのこれ。本当だ、誰かあのわかる人いたら、見てらんねえってやつ言ったら、イエーイ。まあここら辺はちょっとね。ちょっと気象面の私として気になるんですけど、大丈夫？え？気象面。誰なんですか？あとは。あとねこの辺も、これちょっとこれねちょっと家でもめくっちゃったんですけど。しました？うん？しました。何一番下って？それ。全部めくりました。あ、これやったんですか？頭きてここめくりましたこの間。どうですか？赤いムスタングベース。なんかね。
賛否両論いろいろねみんなに言われたんですけど、私はこれが体に楽イエイ、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございましたバイバイ。あ、ちょっと待って、ミラモンヌちょっと待って、ここにひっくり返してくんないか、ここにも待ってよ。え、めくんなくてよくない、めくんなくていいかな、ここはいいかな、ネジ緩むのさ、ダメだ、ここはちゃんとやろはい、世界のムスタングベースファンの皆さん、私も今日から仲間入りです。チャンネル登録よろしくね練習頑張ります、さよなら。